さあ、じゃあ続き、ボックス紹介やっていきますか。石井アニマですね、2周年で登場した、すんばらしく強い、火力が出せるキャラクターです。火力パーティーには必ずこいつ入れてましたね。イラスト、僕は覚醒前の方が好きということで。で、2周年、で登場した、こちらも、石金木ということで、こちらもですね、やっぱり覚醒前のイラストが僕は好きですね。この、まがまがしい感じがね。まあ覚醒後もすげえかっこいいんだけど、なんか性能的にも、まあ金木はまあ覚醒した方がまあ使いやすかったかな。まあこいつが単体、3倍になるだけなんで、ブレイクバーストとして。まあアリマは覚醒前の方が使いやすかったっていう感じですね。うん、こっちも素晴らしくかっこいいですね。まあこいつなんですけど、まあすげえ使う。こいつがいたらね、まあ大体のクエストは、まあクリアできたでしょうという、はい、もう防御力上がってね、敵の攻撃が1しか食らわねえみたいな、感じだったね。駆逐もまあこいつ入れときゃ安定でしょみたいな感じでしたね。まあただ気をつけなきゃいけないのが、武器耐久値を10一気に削ってくる敵とか、インボ系後半いましたけど、まあそいつにさえ気をつけてさえいれば、まあこいついれば十分だったんじゃないでしょうか。3D モデルも、まあ、この状態のやつをね、じっくり見たことはなかったね。うん、覚醒前の。すげえかっこいいと思う。うん、もうこのカグネがね、キョロ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 動く感じが、いいと思います。まあ、覚醒後はもう、嫌になるほど後ろ姿を、見てきたよね。この、もうこいつの後ろ姿は、インボケ史上一番見たんじゃないかっていうぐらい、あ、多分俺の動画の中では常にこいつはいたような、そんな気がしますね。駆逐の時は。トラウマじゃないけどさ、もう見飽きた俺はこの背中を。まあでも、この背中を見ると安心するね。うん、あ、まあこの駆逐もいけるんだろうな、とか、口では、おお、危ねえ、すげえダメージとかって言いつつも、まあ金木いるし、みたいな。そんなことをいつも思いながら実況してました。はい、ということで、次は最後ですね。フェスゲンだったかな、こいつは。まあスペシャルの方で出たのは誕生日最高で、向こうはカグネを出してないんですけど、まあこいつは出してるぞということで、まあこいつのね、カグネもバカでかいですよね。しかも座ってるっていう、 3D モデルまさか座ってると思わなかったな。めちゃくちゃカグネでかくて画面見えなくなるんじゃないかなと思ったら、まさかのトグロ巻いて座ってるっていう。あのさ、千手観音バージョンのやつを見たかったんだよな。うん、というわけで、ですね。こいつはね、うん、俺も鮮明に覚えてる。ね、1年前の、俺も会社の忘年会の時に携帯チラッと見たらこいつが出てて、うわ、もう早く帰って実況撮りたいんだけどって思いながら、忘年会でお酒飲んでましたね。そういう記憶があります。うん、無事帰ってゲロ吐いてから実況を撮った、そんな記憶がありますね。こいつマジで強かったですね。同時ぶっ壊ると言われましたが、デメリットもあって、味方の防御力を下げるという、まあ、なかなかバランスの取れたキャラクターだったのかなと思います。まあ普通に環境は、あの時では壊れてたけど。で、ハイセですね。こいつも環境ブレイカー、武器耐久値をこいつは10削るんですね。はい。10削って、自分の回避率を上げるんだっけ。まあまあまあ、こいつが見たかった感はある。あと、まあ、捜査官タイプじゃないっていうか、なんて言うんだろう。闇金木になった瞬間の、うるせえんだよのとこの、まあ、片腕ない状態の金木。あそこの金木を見たいっていう人も多分いっぱいいると思うんですよ。あそこの金木か、このね、死神タイプのこの金木か、どっちかだと思ったんだけど、まあ、死神でしたね。まあ、この時はめちゃくちゃ盛り上がったし、俺の動画もめちゃくちゃ伸びました。はい、ということで、入るですね。まあ、このあたりは、あそこがすごかったですよ。死神ハイセ、で、オールが来て、義足十蔵が来て、エトが来て、ハイルが来るっていう、年末ラッシュ、年末年始ラッシュで僕はかなり金が飛びましたね。はい、かわいい。ハイルの 3D モデルはガチ、かわいい。まあ、こいつボイスもかわいいし、で、めちゃくちゃ強いと、こいつも、炎タイプのアタッカーだったのかな。もうめちゃくちゃダブってるけどね。で、次、アヤトですね。こいつも、僕はかなりお気に入りのキャラクターです。3D モデルがバカかっけえ。見てこれ。うん、このまがまがしい格ね。なんかね、ダンゴムシみたいに見えるんだよね。なんかこういうゴキブリいるよね。なんか見たことあるぞ。うん、こいつは、うかくを飛ばすモーションが好きで、
キラキラするんですよ、こいつ。エフェクトが。動画でもなんか紹介したかな。とにかく、こいつはウカコを飛ばすと、キラッ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 ってするんですよ。それがめちゃくちゃ好きで。あんまり動画にはしてなかったかもしれないけど、俺プライベートでこのゲームやってるときは、ずっとこいつ使ってましたね。めちゃめちゃ気持ちよかったし、ウカクって打ってて気持ちいいんですよね。このゲームなんか、近接でね、攻撃させてもあんま爽快感ないけど、ウカクでバーって打つとすげえ爽快感ある。で、オールですね。こいつが出たときもかなり盛り上がりましたね、このゲームは。はい。オールとか死神廃生とかってグルカルにいなかったし、オールはいたわ。ごめん。オールはいましたね。でも、それでも、このクソかっきいイラスト。まあでもね、グルカルの時もね、スイ先生書き下ろししたオールね、誰でも手に入れれたけど、一発目のレイドだったから、すげえシビアだったっていう、期間とか、なんか運営がやっぱあまり、あれを分かってなくてね、イベントの、なんて言うんだろう、具合、難易度っていうか、まあ一週間でオールを5体集めなきゃいけないのか、1個体だったかなんか、覚醒分集めなきゃいけないみたいな、まあいいや、そういう思い出話はいいや。で、背骨アキラですね、もう 3D モデルは、まあ、正直、俺、アキラがね、このゲームの中では一番可愛いんじゃないかなと、思ってたりもする。3D モデルに関しては。マジで可愛い。こいつも使ってあげたかったんだけど、光だよね、こいつ。なんかいたっけ光って、代わりに。あんま覚えてないけど、まあ、リゼとか使ってた印象ですかね。こいつが出た時は、リゼが確か 100% になってたから、リゼ使ってた記憶がありますね。で、ムカデ、あれこれ今何のムカデだっけ？全然画面見てなかったわ。これあれか。こっちあれだね。イベントさんのムカデだね。イラスト的には、まあこれ結構終盤、もうサービス終了前に出たイベントなんですけど、まあこっちのムカデの方が好きかなっていうところですな。あ、違うわ。これあれじゃん。普通のフェスゲームムカデじゃん。なんだよ。嘘つくな。フェスゲームムカデだわ。フェスゲームムカデもかなり使いました。はい。それだけ。ムカデはまあ。結構なんだろう、すげえこう引くのに苦労したというか、まあ、あんま思い出したくないんですけど、でひなみですね。ひなみも一発で出てくれたんですよ、こいつは。10連で、今でも覚えてるけど、10連で一発で出てくれて、最後まで引こうかなと思ったんですけどね、まあ促進剤であげようと思いつつ、あげれなかったですね、結局。で、義足10増。はい。こいつにもお世話になりました。本当に俺の動画史上、まあ、5本の指に入ると言っても過言ではない、こいつの、俺の動画への登場頻度。すごいと思う、こいつ。もう、なんか、お題は結構っていうそのセリフがもう、耳に焼き付いてさ。やっぱ強いんだな、こいつ、草アタッカーとしてな。強かったですね。んーで、お次はなんだ？何を迷ってるんだ？これちなみに後付けな、まあ、前回も、前半でも言いましたけど、これ後付けなんで、まあ、そういうことです。はい。会社のトイレでうんこしながらサービス終了する朝に撮ってます。あ、終わりかな？もう。あ、アモンか。アモンコータル古軍奮闘二刀流ですね。こいつは、結局、もうリニューアル前からいるキャラクターなんですけど、その頃からも高火力アタッカーで、リニューアルしてからは、まあ、火力もそうですけど、スキルがポン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 打てるっていう点、マジで強くて、こいつずーっと現役でしたね。イラストもっとかっこよかったらよかったな。で、何かな次は。わあ、なんか懐かしいプレミアムのキャラクターとかいっぱいいるな。あ、もう終わりかな。あ、最後あれですね。誕生日カネキですかね。まあ、こいつはもう言うまでもないでしょう。今までの動画でもすごく、語って、きました。こいつに関しては。はい。3D モデルもかっこいい。誕生日カネキなんですけど、もう、今でもこう思い出すわ。リニューアル前のまだ、必殺技に、特別なムービーがついてた時、血がポチャンって落ちて、なんかね、ヒガンバがこの赤く染まっていく、まあ、リゼを、なんて言うんだろう。あなたを超えればいいの、あのシーン。あんな感じのムービーが入るんですけどね。一気の最終話の覚醒前のシーン。相当熟練度、あ、今熟練度 100%、まあこんなもんですかね。まあ、個人的には、なんだろう。まあ、
プレミアムとかをね、もういっかなと思ってしなかったんですよ、最後の方。最後の方というかもうだいぶ前から。だから熟練度 100% の個体はもっと作ろうと思えば作れたんですけど、 RC ポイントにガン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 回して、プレミアムのキャラどうせ使わないし、もう RC ポイントに変えようと思ってね、一体だけ保持しときゃいいやと思ってやったんですけど、まあそこそこいるね、 100% も、うん、俺フェス限の熟練度 100% の数で言ったら、まあ結構ね、上位に入るんじゃないかな、このゲームやってる人は。もうそこそこ課金したと思うしね、俺、うん、まあまあ課金したぞこいつ。もう思い返したくもないけど思い返したくもないけど、まあまあ課金したぞ。ダブったやつとか置いてるな、フェスゲン。なんかね、ダブったフェスゲンはなんか捨てれなかったんだよね、特にオールとか入るとか。なんかもったいねえなと思ってもったいねえなと思って、なかなか売れなかったっすね。よくこんなにガチャを引いたもんだ。俺もうインボケのガチャ動画、うん、数えようかなと思って、何千連したんだろうと。もう何千連、俺万いってるかもしれんな、もしかしたら万回回してるかもしれんな。ないかな、だって石千個ガシャとかってもうずーっともうな、3、4回ぐらいやったよね。うん、というわけで、まあボックスショーがこれで終わりで、インボケの動画もおそらくこれで終わり、まあ、作ろうと思ったら作れるんですけど、まあもうこれで終わりにしたいと思います。ぐだぐだ続けるのも、なんか、あれなんで、ずいぶん遅くなったんですけど、ボックス紹介も最後に出せたし、これで、本当の本当に、僕の東京グール、インボークの動画はおしまいということで、本当に皆さん2年半の間、お世話になりました。まあ動画は今結構頻度落ちてますけど、コールトイグジストと、まあ継続してなんか、ちょくちょく上げていこうかなと思ってるんで、まあ見てくれる方は、見てくれるとありがたいです。まあ別にチャンネル登録解除したりとかそんなんしても、まあだ、それが当たり前だなと僕は考える方なので、まあ皆さんご自由にということで、本当に、今までお世話になりました。またよろしくお願いします。というわけでお疲れ様でした。